久保さんいやーみんな続けられないですよね暗いな暗いですか、まあ、大丈夫かちょっと暗いんですよね明かりがはいここ明るいですね、はいまあ、う男のね男の聖地ですよはいまああのネット回線ってどこでもあるんで今結構どこでもありますよね <laughs> 今ね、外で撮ってた動画をここに来てアップロードしてたんですけど、まあ、あとコンサルもあったんで、ここでまさかのコンサルしてるっていうね。<laughs> まさかの <laughs>。金太郎でコンサルする男、まあまあいなくないですか <laughs> 金太郎かまあ、いろんなのあるんですよ。ですよね。こう,こういうティッシュが置いてあるところが。その隔離されてるあ。便利ですよ、今。本当に。ありがたいですね。 だからまあ、あのー、続けるっていうことなんですけど、まあ、ほとんどの人がやっぱ続けられないんですよね。これなんで続けられないかっていうと、うーん、続けられない言い訳をするっていう。<laughs> 続けない言い訳をするっていうね。うーん、やろうと思えばどこでもできるんで、なんかあのー、さっきアップしたんですけど、あの、外でね、あのー、撮ってた、外で撮ったんですけど、だから今 iPhone、これ iPhone で撮ってますけど、別に iPhone あればどこでも撮れるんで <laughs>、 あのー、外で撮って、ただネット回線がね、まあ、ちょっと探せばいいわけですよ。まあ、ちょっとこれ3時間パックでね、DVD D もちょっと借りましたけど、こ見るのか見ないのかは、ご想像にお任せしますけど、<laughs> まあ3時間あればアップロードもいけるし、コンサルもできるし、ねしかも防音ですから。であとは、まあ動画も Wi-Fi 早いんで、ここ、まあまあ、動画もアップロードできるし。 まあ,あのねノートパソコンをねこんな感じでね、はいはい、ノートパソコン、はい、だからもう今はねどこでもできますね本当に <laughs> どこでもできるのにどこでもなんか言い訳なんですよねだから続けられない言い訳をみんなするんですよまあ別にいいんですけどうんそれはそれでねでもうん やると決めたらやればいいだろうし <laughs>。で、やると決めてやる環境は今あるわけです。探せば。うん。だから、まぁ、あ、15年前なんかないですよ。まあったかな久保さんありました。なんか久保さんあったら言うてたんですけど、ネット回線はね、まあ無料でフリー Wi-Fi 飛んでないですよ。しかも,も、15年前のネット回線なんか重いし、まあ、YouTube なかったしね。YouTube もそもそも15年前は、15年前はなかったですよね。10ちょっとかな。 多分、買収したのは、言ー Google が買収したのは、いつだっけな。うん。まあ、こんな感じで、まあ、あの、続けられない、続けられやすいことをするっていうことも大事なんですけど、続け、続け、えー、いことをやったとしても、続けないと。<laughs> うん。続けにくいことでも、続けやすいことでも、結局、続けないと。なんで続けないかっていうと、続けない言い訳を、 みんな多くの人は99%まあ99.999% 99の人が何々でできません何々でどうのこうのとかね時間がないとかお金がないとか、えー、なんだろうな会社が忙しくてとかねあのー、いや取る場所がないとかねね <laughs> やろうと思えばマジでホンな僕ね あの、宗谷岬、北海道の最北端ですよ。宗谷岬ってとこ行ってきたんですけど、そのね、道の駅にフリーワイファイありましたからね。<laughs> もうほんとね、道の駅今ね、ほとんどフリーワイファイありますしね。まあ道の駅のフリーワイファイはちょっと重いですけど。うーん。だけどこれももっと時代が進んだらね、道の駅のフリーワイファイも草早くなるだろうし。まあ場所によっては早いとこもあるでしょうけどね。うーん。だからまあ、 やろうと思えばできます。なんか大事なことは、なんかその好きなことで生きていくとかね、いう YouTube がこう出てきたとき流行った言葉ありましたけど、好きなことであろうが、嫌いなことであろうが、決めれば、決めて、それを守れば終了。<laughs> やるって決めて、そのやることを守ればやれるんですよ。そうじゃないですか。だか会社に出社、会社に入社してね、 いや今日めんどくせせえなと思っってても言ってませんまあ今コロナなんでねちょっと微妙な部分あるかもしれないですけど在宅ワークのあるかもしれないですけどどうでしたあのー、言ってたじゃないですか、うん、なんかやる気があるとか、うん、仕事が好き嫌いとか関係なくやってたじゃないですかやってるじゃないですか, <laughs> だから結局その優先順位だと思うんですよねうーん 僕の中で動画を撮るっていう行為に関しては優先順位がかなり高いので、もちろん自分の今、プライベートもありますので、まあ今移動しながらね、まあ今日ちょっと、あのー、人とお会いしたりとかしてたので、あれですけど、うん、でもそれでも隙間時間あるわけじゃないですか。<laughs> 作ろうと思えばね、まあ僕道の、なんかちょ,っとちょっと撮影場所探しましたけど、でも道でやってましたからね、あ普通になんか通ってましたから。 人あの動画、多分映像残ってると思いますけど,ど、通ってますよ。関係ないですよ。でもみんなそ、いや、そんなあの恥ずかしいとかね。関係ないですよ。じゃあ、恥ずかしい、じゃあ、上司からね、お前プレゼンしろと。今度の企画会議プレゼンしろ。いや、上司恥ずかしいんでできませんって言いますか。恥ずかしいとか関係ないですよ。やるかやらないか、終了 <laughs>。やるかやらないか、その一択でしかないですね。 なんかね、もう複雑に考えすぎというか、複雑にしすぎなんですよ、自分自身で。やるかやらないか、やると決めたらやる。それだけでいいんですよ。これは僕がいろいろ勉強して、いろいろ経験してきて、結局、シンプルイズベスト。僕の吉谷拓郎公式ブログのサーブキャッチ、シンプルイズベスト。もうこれです。もう世界はシンプルであると。アドラー心理学でもね、世界はシンプルであるって説いてますけど、本当はシンプルです。本当それだけです。 昔ね、結局やる人が全てを手に入れるみたいな本もありましたけど、本当にその通りで、ね、本の中身いらないんですよ。だからそのアマゾンレビューでね、これってもう本のタイトルに答え出てませんみたいな。本の内容いらねえよ、みたいな。そう。あれ、だからタイトルで30万部ぐらい売った本じゃないですか。すごいっすよね。タイトルのみです。多分ね、僕が知ってる限りだと30万部は売ってると思うんで。うん、でもね、 結局すぐやる人が全てを手に入れるという本を手に取っても結局すぐ,すぐやらないっていうね <laughs> 30万人のうち何パー結局すぐやる人間になったんでしょうね分かんないですねうんだからそのまあ与沢さんも言ってたような気がしますけれどもん他人に嘘をつくよりかは自分に嘘をつかないっていう生き方をしてる人の方に集まります だ他人に嘘つくとか他人にどうのこうのではなく自分自身に正直に生きてる人に生きます。これは本質的な部分ですね。もう与沢さんの有料,か有料の入ってないので分かんないですけど <laughs> うん。自分に嘘がない生き方をしてる人に今後は集まります。これ間違いないです。これ時代の流れです。そういう、そういう風に潜在的に、あの、 そううなりたいいっていう願望は絶対あるんですよだけど結局自分に勝てなかったりとか自分が決めたことを守れないっていう人が多いのでこれが9割9分なんでだから自分の言ったことを遂行してる人が輝くというか憧れるというかうんまあそういう時代になってくると思いますよ僕もまあ実際僕は肌で感じてますけどね、うん、だってこの少ない再生数でね借金2000万返して親にね BM プレゼントして、まあ、自動車で来ましたけど親の分もね <laughs> そ,う、うん、それはある一部の人があそういう姿勢にを支持していただけるとただそれだけですよねでなんでその,その当たり前なシンプルなことなんだけども支持をもらえるのかっていうとそのシンプルなことができないんですよ かりますシンプルな当たり前のことを当たり前のごとくやる言葉で言うのは簡単なんだけどなかなかこれできないんですよね例えば2021年の目標を決めましたねじゃあその目標通りに今遂行してるのかその目標を叶えるために日々一生懸命やっているのかほとんどの人はできないんですよだから言ってることと行動を一致させることがなかなかできないんですよでもこれ言ってることと自分が思ってることを言,ってる言ったことこれと行動が こうイコールになってる人ってほんと少ないですうんね塾に入るじゃないですか高学塾に入るじゃないですかよし絶対やるぞと思ってもそれが続かないんですよ自分が決めたことが続かないんですだから続いてる人がすごいなと思われるんですよつまり続ければすごいなすごい人になれるんですよ <laughs>、ね、<laughs> でもやってること大したことないですよただ iPhone スマホ持ってるでしょ た、うん、だ,だ,だそれ動画撮るだけなんでじゃあそれがすごいことなのか僕からするとすごいことじゃないんですけどできない人からするとあ自分にはできないなこの人は何でできるんだろうってなるだけですよ <laughs> うんな自分の普通をアップデートしろで終わりましょうかいってらっしゃい